おはようございます。今日なんですけれども、メタング型のディアルガ V スターを使っていこうかなと思います。まずはアタッカーであるオリジンディアルガ V スターから、メタルブラストが素点が40で、このポケモンについている鋼エネルギーの数かける40ダメージと、さらに V スターパワーがスタークロノス、鋼4つと無色1個で使えて220ダメージ。次の番にもう1回自分の番を始めると、俗に言う追加ターン、超越ですね。どうしても攻撃するためにエネルギーがたくさん必要というわけで、このメタング特性メタルメーカーで自分の番に1回山田の上から4枚を見て、基本鋼エネルギーを好きなだけ自分のポケモンに好きなようにつけると、これによってオリジンディアルガ V スターにエネルギーを加速して、スタークロノスを打って追加ターンを取ってテンポを取っていくと。サブアタッカーとしてはザマ全体はミュー EX、 翡翠大刀まで入ってる構築ですね。というわけで対戦の方に行ってみましょう。とりあえず4月までに、あ、4月までってあと4日、あと何日だ、5日しかね、1週間しかね、1週間であと何百人だ、700人ぐらい。あ、無理だな、さすがに1万人はちょっと今年度中は無理そう。そうで、予期せずなったよ。すごくない？まあ、すごかねえか。別にすごくはねえわ。ねえ、めっちゃ良かったのになぁ、マジ。さっき。もうなぁ、ね、高校くれよ。高校くださいよ。あー、1枚ポケモン貼れば。まあ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 。てめえのデッキは？ロスギラ、高校取る。いいねぇ。その考え嫌いじゃないよ。次？殴れるやろ、ワンちゃん。次倒しに行けるやろ。とんでもないプレイするわ。待って、これやばすぎる、このプレイ。イカれてる、イカれてる。しかもなんならキュアとかにスタレケムってもうシャバいけどな。さすがにギラキラに打ちてえけど、進化する前の。まあ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 、言うてよ。マラフィア入ってないよね。そうだよね、ちょっと強くね、お前。あ、クロノスね。そう、スタークロノスか。それそれ、紐なんてありません、残念ながら。でもロスギラにあれは包みは入ってないよ、いくらなんでも。いや、ちょっと使ったらね、入れ替え4枚わかるな。博士プライム引けばいける。確かに言えてるわ。まあ、結局ね、テンポが大事なんで。そうっす、テンポが一番なんで、テンポさえつかめばどうにもなる。やべえ、ちょ、ここ殴れないと、ちょ、ディアルが犬死にしたら終わるな。さすがに、さすがに終わるな。まあ、最悪進化できれば120は出るから、一応。ちょっとなくなっちゃうんだ、まあいいか。うわー、確率を上げるにはメタング、ダンバル、ディアルが、月光が、2面あればよくね。もう1枚ディアルが出すか。こっちか。いや、スタークロじゃなくてエボはちょっとな。まあまあまあ、だったら、120出るんでこれでいいでしょう。まあ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 、言うてこれ次だってギラティナからも倒されないっしょ。ギラティナ160しか出んから、多分耐えてるはず、この HP は。次どうしよう。いや、次これペパーからハイボか。さすがにペパー、ハイボ、ハチマキ持ってきて、これなんでハチマキ入ってんの、力のハチマキ。何の力のハチマキこれ。この前入ったロスギラはセージ入ってた。マジすごいね。基本的にアクロマがボスしか打ちたくないから、さすがにそんなうまくねえと思うんだけど。あんのかな、これね。そう、スタクロ打てればさ、スタクロ打てればメタダンバルをあのメタングにするターンができるんだよ。エクストラのさ、レジドラゴがそうじゃん。エクストラのドラゴがさ、一旦そのディアルガのタイムレス GX を打って、打ったターンにヤブクロン出して、次出さと進化するんだよね。そう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 、それと同じよっていう、言われてった。ペパープライムハチマキはできるんだけど、メタングで山下にエネルギーが送ったから、先メタングがいいよ。あざす、先メタングからオッケーで、ね、逃げやすくなった。プライムで勝ちだ、これは。頼む。あ、ナイス細胞。ねえ、やっていいことと悪いことがあるじゃん。いや、さすがに先プライム持ってくるか。いや、何も引かんかった場合、まあ、でも入れ替えれんからプライムは確定か。で、何、キュアは倒す。弱そう。なんじゃも打ってメタング逃げ、あ、逃げらんないのが一番しゃばいもんな。まあ、ちょっとでも確率上げるか。2枚つけば勝ちだから、マジで。2枚つけば勝ちなんだよ、これ。おい、なん、ふざけんなよ、ほんとに。3枚あって、160。なんでそうなるの？月光が殴っ、月光がしょる、これ。8枚。悲しいな、これ。クソ悲しい。何が弱いって、ミュー EX もないからさ、逃げゾロが存在しねえんだよな、場に。神ゲー、わかる。月光が何型から？ブルーの探索かな？いや、ブルーの探索弱そうなんだよな。だからその、ケロマツが、どんどん呼ぶもできて、ゲコガシラも、どんどん呼ぶみたいなやつができるじゃん。影分身か。ブルーはさすがに弱ない？北馬とミューに弱点つかれるんでしょ。雪道ブルー。雪道ブルー型？あー、雪道ブルー型かな。後手取って、どんどん呼んで、そういうぐるぐるしていくか。どうもクソもねえか。まあ、幸いこの110のダメージを相手はうまく使えそうにないってのはいいことかな。でもエクストラ、まあ、月光が弱いよ。ミュウに勝てねえ。
無理、弱点重すぎ。まあ、ジラーチ EX 入れろって話？ジラーチ GX か。確か超タイプの弱点消えるもんね。逆か？合ってるよね。ジラーチ GX って消えるよね。あ、車撃つタイミングよ、お前。雷！アイアンハンズ入ってますね。雪道で一緒に消えちゃうから、雪道入れないんだったら、なんだろうな。まあ、インテロン？インテ月光が？かっこいいね。見た目はいい。美女がいい。美女がいいってことも大嫌いなんだけど。これ、なんじゃもでさ、ディアルが GX 引けるか？ディア、違う。これ、なんじゃも歌うと始まらんか？さすがに。なんじゃも歌うと話にすらなってない。法則ないもんな。なんで急に晴れるんだよ。しかもこれ、進化せんと弱いし。さっき晴れてればな、勝ってたんだけど。引かねえ。マジか。いや、月光が使われちゃう、これ、しかも。水根入ってなくね、この構築って。入ってないよな。じゃあ、多分通るわ。まあ、こんなもんだよな、マジで。いや、こんなもんだな。夢だね。闇闇も強えし。意外と引けば一応倒せるけど。いや、それワンチャン相手殴れんくね。逃げてバスラーからミーまであった。うわー、それわからんかった。あったわ、確かに。確かにあったわ。前倒せるけど、60しか出んのよな、これ。ハイボミューで、ザマゼンタでエネルギーでもいい？エネルギーも少なくない？ 7 枚。多分エネルギー引くんだよな、これ。だったらネストか。てか、ネストでもいいんか。てか、ザマゼンタでもいいか。直接。直ザマゼンタ？直ザマゼンタで、まあ、めちゃくちゃ見れるし、晴れるやろ。いやー、どうだ？待ってくれー。100は出るから。ね、まあ、次、ライトが殴れたら嬉しいなぐらいだな。これ、好きにつけれるよね、さすがに。これ以上つける必要は、さすがにない。盗賊の、あ、これ、ミュウが月光手裏剣打てるやん。うーわ。なるほどね。お前に1枚とか、お前に1枚貼っといてもいいけど、まあ、いいかな。いや、ちゃうね。いや、まあ、ダメだな。ダメだ。キュアは甘え。まあ、そうだね。いや、さすがにね、ミゼレの方が強えぞ。4色やん、こいつ。4C ギラティナやん。やばすぎる。全然いいっす。全然逃げれます。どうぞどうぞ。強いメタグロスだ。強いメタグロス、あれか。逃げれがなくなるメタグロスはいたよな、確かな。一応いた気がしますけど。イライトの火力は、120。はい、ごめん、180か。メタングでキュアは飛ばせるけど、弱えよ。さすがに。まあ、裏のメタング倒す。メタグロス GX。メタグロス GX はいたよ、確か。いたいた。エネルギー、それも確かエネルギーつけるんじゃないかな。トラッシュから。これ倒せないんだよね。まあ、前逃げんとゲームならんから、ギラチナ倒、待って、ギラチナ倒せるくね？そういえば。気絶してたらだもんね。ザマゼンタって。あ、気絶してるからいけるじゃん。なんだ、余裕じゃん。余裕じゃん。230でしょ。220か。勝ちました。出るよね。スタクロス打ってないんだけど。スタクロス打ってません。ちなみにザマセンタ何枚取った？お前4枚取ったわ。いや、スターボール9しか当たんねえ。まあ、それでいいんだけどね。ふさわしいわ、俺の対戦相手に。ねえ、広告くれよ。いい加減、いい加減広告くれません？超越とは、まあ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 、超越するんすよ。あ、まあまあ、許す、許します。全然許す、これ。いや、プライム弱えな。プライム弱え。あー、なるほどな。プライムもっときて。まあまあ、これ220って何？アイアンハンズ鉢巻きはでも引けるか分かんないから、さすがにアイアンクラウン狙うけど、うん、アイアンクラウンからでいいよね。トップミューかトップネストが熱い。ハイボーはダメ。切るかとかない。いや、まあ、鋼エネルギー切ればいいか。まあ、1、いやー、でも引かなかった場合どうする？ダンバル前。合計エネルギー何枚必要？めっちゃ必要ないよね。そしたら。まあ、ディアルが V スターと、メタングで、4枚めくれんといかんくて、無理なんよな、さすがに。でも、プライム使わんのもったいないなー。OK、まあ、もう何でもいいわ。関係ない。関係ありません。ミュー引いたけど。俺、インパチ殴る意味ねえから待つか。さすがに待つか。カイナ前からスタクロ打って、ボスとか打てば勝てるから、おそらく。ゆっくり裏育成しとこう。お前ってどうやってつける？ディスカードからこのポケモンにアタッチドエネルギー2カーズ。了解。ゆっくり行きましょうや。ハンドが増えねえ。空打ちするか。おい。やっぱ今ね、高校取るデッキ弱い。
高校取られるから。だからそれで言うとこれも弱いんだよ。ミラーとかでさ、高校ゲーすぎるやん多分。分からんけど、先殴ったもん勝ちでしょどうせ。うん、やっぱり先行でもいいデッキの方がいい。これマジで高校でしかダメじゃん。カビゴンは今先行でいいしね。まあ、多分先行投資なんなら。ルギア、まあ、ルギアはでもね、確かに。でも今のルギアさ、全然コルボンファミリーあるからさ、高校でもいいよな。別に。全然問題ないよな。そのタウンストア偉かったりしない？エボ打てるぐらいだわ。エボ打てるぐらい。ハチマキ、倒せない。230出る。ミュー前。ワンドローしかできん。なんならこれ、ミュー前エボ、あ、もうハチマキしかねえしか、なんなら。ハイボでもいいんだけど、最悪。いやー、これは、ハイボ引いたら、ちょっとさすがに、奇跡だけど。マジかよ。熱すぎる。熱すぎる。さすがに熱すぎる。おい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 。ペッパーじゃ無理だもんな。おい、頼むよ、マジで。一応まあ、210しか出んのか。いやー、お前で引くしかないなー。どっちかを。まあまあ、でもまだワンチャンあるか。ボスなければ。で、ネオラントはしょられて、イクズスターは貼っていいか。まあ、ディアルガ V スター進化しときますか。で、これどうする？何前だし？ミュウの方が強いよな、どう考えても。まあ、月光が前でいいか。まあ、多分勝ってんじゃねこれ。結構勝ってそうじゃね？カウキャボスで、ねえ、勝ってるでしょ。耐えれば。バキムないでしょ、どうせ。で、ここ倒されない。ここ倒されても手張りがあるから、多分勝ってます。強っ。かまへんかまへん、勝手にラッキーしとけボケ。プライム買ってね、余裕で。殴ってこない。まあそしたらメタングさすがに1枚つくよ。いくらなんでも、いくらなんでもつきます。そんな甘くないっす人生。これもしかしてこれガン有利？見てみよう。ほぼ使ってないか多分。2勝4敗なんやねん。ディアルがどこに有利ついてる？リザードンに4勝3敗アルセウスロコンに2勝1敗、それ以外は多分全部負けてる。まあいいじゃんいいじゃん、俺はそういうの好きよ。全然嫌いじゃない。まあ、これ持っときますか。さすがに。最高すぎるんごねえ。さすがに。最高すぎるんごねえ。始まった。どうぞどうぞ付け替えてください。付け替える意味あるかな？いや、ないと思うな。最高すぎ。なんじゃも。まあ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 。こしらすか？どうぞどうぞ。なんじゃも最高！いくら出るお前。250出ますね。たくさん出ますね。気持ちよすぐる。あ、ごめん、順番間違えた。ごめん、許して。何でもはしない。最高のゲームすぎるんだけど、あまりにも。こんなに気持ちいいことあっていいの？うぃー。かかってこいよ、お前。どうする？どうしますか？で、これ相手、どうやれば勝てんの相手。まあ、一応いけるけど、かいなから。あーだこうだ、あーだこうだ。さっきはごめんな、ディアルが。DV 彼氏？ DV 彼氏の言い方やん。ごめんな、ディアルが。さっきは使ってあげられなくて。お、頑張れ、頑張れー。いや、ジェネレータープライムでしょ。無理、無理、無理。そんなあんまないて。怖すぎ、笑った。あれ？待って。待ってくれー。どうしよっかな、これ。いくら出る？ 160。お前は？ HP160。確かにジェネレーター人から負けてた。ボス引いたら待ってもいいか。逃げらんないもんね。待って、これ山の下行くから順番くちゃるか、かなりくっちゃくちゃなるか。あと逃げられんくなる可能性あるわ、一応ボスで。ここら辺で引こう。いいや。でプライムあるよな、確か序盤でプライムあって、なんじゃ俺流されたよね。まあこれザマセンタまで一応耐えてるんで大丈夫だと思います。危ねえ危ねえ。いいねえ、ギンギラギンのプライム。どれ倒そっかな。じゃあお前で。うわっけー、ほい、最高。